前回までのあらすじ、闇のゲーム参加、みんな食べられちまう、大変だ。デメトリアをどれかのボックスに隠すから見つけられたら君の勝ち。簡単だろう？でも照明が暗くなるたびに異常が現れるよ。今回はタイムリミットなし、見つけられなかったら永遠にここで遊ぼう。じゃあルールわかった？わかった。よーい。3、2、1。A few inches later, 12 seconds later. これ？見つけたんだ。ああ、びっくりした。ありがとう。もう一生ここから出られないかと思った。大丈夫？ちょっと待って。よかった。私が遊ばれてた時にももらったスイーツがまだある。ここのスイーツは精神力を回復させる効果があるんだよね。とりあえず受け取って。何か仕掛けてくると思ったけど、こんなところに隠されてるなんてね。さあ、こっちに来て。とーっても豪華な景品を用意してあるよ。はあ。それは君さ、とか言いかねんが。さすが草壁、よく見つけたね。はいはい。じゃあ僕の負け。それじゃあ君には特別なボックスをあげよう。家に帰りたいんだろう？ならどんどん前に進め。運が良ければ出口が見つかるかもね。前に道なんてないか。ズルは最後までズルね。何これ、ボックス？どうも、私は転送ボックス。どうも、私はどうも機嫌が悪いけど。あなたたちは他のところに転送してあげられるよ。小さなジンジャーブレッドをくれればね。でもダイエット中だから今回はただ転送してあげる。ジンジャーブレッドはいらないよ。転送は一方通行だから先にスイーツショップで準備を整えてきていいよ。びっくりした。一瞬でボックスに飲み込まれたから。待って、ここってボックスの中じゃないよね。とりあえず出口を探そう。またこういうボックス？エグジットって標識は嘘みたいに出口なんてないじゃない。ってことはさっきみたいにボックスで転送するしかないの？またボックスに入れられるんだ。やだな。とりあえず欲しがってるジンジャーブレッドを探そうか。あそこのクイズボードが怪しいね。もしかしたら関係あるんじゃない？17。うま。最後のゲーム、どうやって私を見つけたの？君の声をたどって。聞こえるか不安だったけど、うまくいってよかった。君って小さいのに勇敢なんだね。勇気あるんだね。何があっても表情を変えないし。可愛いでしょ。うん、草壁可愛い。へへへ。ワインボックスに飲み込まれるの今日で3回目だな。これで最後かもよ。そうだね、ポジティブに考えるのがいいことだと思うよ。あ、分かれ道？草壁ホラー映画とか好き？とにかく絶対に別行動とか嫌だからね。もちの論でございますよ。新車たちは分かたれることなき。出口はこの先、でもどうして出ようとするの？アイスクリームは冷凍庫で凍らせることができる。おもちゃを積み木ボックスで凍らせることはできる？クマさんはいつも色鉛筆を持ち歩いてお絵かきしている。クマのぬいぐるみの絵しか描かないから、クマさんのコスチュームを着ているのも納得だな。ぬいぐるみの絵には絶対カラフルな丸いボタンがついている。ボタンが綺麗なキャンディーにも見えるし、クマのぬいぐるみにも似合ってるから気に入っているんだって言ってた。積み木とおもちゃを入れられる大きな箱があったらいいのに。で、クマさんがよく言っていたけど、僕にはよくわからなかった。大昔に存在した謎のタコ怪獣の方が気になる。続く。うまっ。
てリリーニはまたいなくなっちゃったから二人きりになったね。かわいい。おでかい。ふう。やっと人が来た。知らない子が二人か。なんで頭のてっぺんをじっと見てるの？え、私？あ、その、だってほら、結構過激だなって思ったから。ああ、そういえばごめん、怖がらせるつもりはなかったんだ。実はどうしてこうなったのかわからなくて、知ってるのは僕をここに連れてきた人だけかもしれない。体が裂けてここに押し込められたんだ。体の方は部屋にあると思う。体と頭と体が離れて生きていけるの？僕も怖いと思うよ。ねえ、ジンジャーブレッドを見かけなかった？転送に使えるの、もしかしたら一緒に出ていけるかもよ。うん、僕は出たくない。人を待ってるんだ。でもジンジャーブレッドを食べた記憶がある。まだ頭の中にいるはず。淡々と変なこと言ったね。そのジンジャーブレッドを私たちにくれない？いいけど、もう随分と話せる相手がいなかったんだ。ちょうどいいからキャンディーを一個探してきてくれないかな。ここにいたぬいぐるみたちはみんな右の部屋に行っちゃったから一人ぼっちなんだ。でもずっとキャンディーの味が気になってた。キャンディーがどこにあるか他のぬいぐるみたちが知っていると思う。探しに来てくれたらジンジャーブレッドをあげる。それでいい？もちろん。じゃないと一生ここで話し相手にさせられるからね。右の部屋に行ってみよう。コンコン。この中にぬいぐるみはいない？ええ、いないよ。キャンディーの場所を知らない？死んだふりか。残念だなぁ。見つけたら思ったら無口のぬいぐるみにあげようと思っていたのに。キャンディーは左上から数えた横列の縦、横列の数かける縦列の数、マイナス横列の数足す、縦列の数プラス、横列の数イコール縦列の数の10倍の。手がかりが難しすぎて無理ね。見つからないんじゃあげることもできないよ。キャンディーは赤いマスにある。降参するの早っ。私ってそこまで口下手ってわけじゃないかも。でもバカなぬいぐるみを騙して自信をつけるのもちょっと情けなくない？コンコン。お前らが盗み食いにすいた子か。いや、私たちは。それかちょこまか写真を撮るカメラマンか？それか、ここも、コンコンダッシュしていくやつなのか？通りすがしの来園者です。何？通りすがりの来園者だぞ。ああ、ただの迷子か。ならいいや。何しに来た？キャンディーの場所知らない？キャンディーだ？ああ、確かにあったな。ほとんど食べられたけど。まだ一個左の部屋に残ってたっけな。こっちに来てから毎日慌ただしくてあっちのことなんか教えかけてるんだよ。ここの二つの部屋は左右反転になってるから紛らわしい。あっちにいた時は右に3マス進んでから下に進むとキャンディーがあったっけな。コンコン。誰誰？キャンディーの場所知らない？最後の一個は私たちが隠した。なんて絶対教えないもん。うん、私たちは隠されたキャンディーがあることもどこに隠されているのかも知らないよ。そう、実はあのキャンディーがまだ左の部屋にあるなんて誰も知らないし、私の後ろにもないんだからね。声はない。 A few inches later. 今何かにつまずいたよね。キャンディーだ。デカぬいぐるみのところに持っていこう。デカぬいぐるみ、キャンディー見つけたよ。ああ、それそれ。ちょっと待ってね。おいへやっぱまだ頭の中にあったんだ。はい、どうぞ。ジンジャーブレッドだよ。ありがとう。キャンディーはいただくね。キャンディーの味、思ってたのと違う。なんでこんな変な味するの？どうして？でもなんで？どうしてあんなことに？やばそう。何が起きたの？それに周りのものはどこから出てきたの？草壁、嫌な予感がする。やばいやばい。やばい。あ、待って。一個あげる。よいしょ。次回真っ黒なヘアコは、無事出してくれるんだよね、ジンジャーブレッド編。